はい、シンガポールから愛知です。愛知くん。はい。今日はなんか愛知くんから提案があるということで来ましたけれども、はい。そうなんですよ。今回は僕のインスタグラムのダイレクトメッセージにローカルの方から連絡いただいて、その話を聞いてみるとすごく心温まる、すごいいいストーリーだったので、ぜひ皆さんにシェアさせていただきたいと思って、これを皆さんに伝えていきたいと。伝えたいです。メッセージくれた方はこのデリバリー専門のお店をやっていて、あ、じゃあ今回はデリバリーしてもらえたと。そう。じゃあ早速商品を見ていきましょう。はい、愛知くん、はい、今回の商品がこれということで。この子です。なんかすごいね、ここがまずでかい。これなんか絵が描いてるけど、これキャラクター。そう、これもだから本当に直筆で、直筆で描いてる。じゃあ愛知くん、はい、早速開けていきましょう。やってみます。重いんやけど、まず重いの。重い、多分これ5キロある。じゃあてってれー、オープン。おお。すごい、なんかでかっ。顔ぐらいのでかさはあるでしょ。でも重い、本当にずっしり。なんかこれパンの中に何かが入ってるパターンなのかな。それを見てみましょう。そうやね、はい、見てみます。はい、あったじゃあちょっと一回切っていこうかな、はい、切ってみます。はい、お、なんか中になんか何か当たった。ちょっとなんか出てきた。なんだこれ。中に入ってるやつ一回取り出してみてもらっていい？え、なんかまだ また包まれてるよ。結構厳密に包まれてる。アルミホイル。うわ、え、まただ。これは何ですか？これはなんか見た目はカレーでしょ？カレーだね。匂いが。うわ、すげえ。すごっ。おい。おお。愛知くん、じゃあちょっと早速実食していきたいんですが、ちょっとまあいきなり一緒に食べちゃうともったいないんで、パンだけまず先にどんな味なのかっていうのを伝えてもらっていいですか。食べてみます。噛めば噛むほど甘くなるやつ。噛めば噛むほど甘くなるパンね。美味しい。美味しい。うん、ふわふわ。一緒にちょっと食べてみます。はい。はい。ちょっと食べてみます。あ、ちょいピリ辛。ピリ辛。うん。ピリ辛。あ、でもね、この多分甘いパンじゃん。うん。だから多分、あ、めっちゃ美味しい。うん。パンが進む感じです。はい。それ流行ってんの？え？パンが進む。パンが進むかな。え、うん、でもこれはね、本当に美味しいだけじゃないんです。美味しいだけじゃない、はい、どういうこと。いや、実は本当に俺が伝えたかったのは、カレーバムができたエピソードが伝えたかったことで。おお。このカレーバムを作ってる方がもともと料理教室をされていて、料理教室で作ったカレーバムをね、近所の人に配ったらすごく評判が良くて、お母さんが作るこのカレーバム、子供たちが撮影して SNS に投稿したら、それがなんかすごく人気が出て、今では本当になんかすごい数のオーダーが毎日受けてるみたい。仕事がやっぱり思うようにいかなくなるじゃん、みんな。で、それでやっぱり家族が一丸となってこのカレーバム作って、家族の絆がさらに深まったっていうことと、食べる人たちがまあね、笑顔になる、前向きでなんか、うん、心温まるエピソードだったから、本当になんかみんなにシェアしたいなっていう、うん、思ったんですよ。じゃあもう美味しいだけじゃなくて、やっぱりそういう背景も含めてみんなが知って食べてもらうことがすごい重要だっていうこと、うん、まあでもこういうあの企画のオファーとかメッセージをいただくのはすごい嬉しいことだと思うし、いや本当にそしたら本当に全力でトライしていこうっていう思ってるんで、ぜひぜひぜひ。じゃあ今後もそういうメッセージがあればぜひ、はい、じゃあぜひ行きます。よろしくお願いします。はい、ぜひどんどんください。あ、この動画を見てすごく興味があるとか思ってくれた方はぜひオーダーしてみてください。オーダーは概要欄に貼っておくので、まああとここそのままチェックしてくれたらインスタグラムアットマーク eatmycb お願いします。今回の動画は以上となります。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。